終盤、隠し事、決め事は何ですか？ガールズデーと題した本日の舞台挨拶には、久米田、村野裕太監督、後藤姫役の高橋リー、隅田ラズナ役の安野清野、小竹シルビア役の小沢あすもも、遠見ひな役の本土楓、立花千里子役の脇あず羊が登壇した。昨日7月10日は久米田と村野監督の2人で舞台挨拶を行ったことを振り返り、村野監督は、昨日とは会室の雰囲気が全然違って、一般人が2人いるみたいだったから、笑いと女性キャスト陣の華やかな姿に安心した様子を見せる。また久米田は、でも高橋さん以外は劇場編集版では新しく声を当ててないですよね。1年も前の仕事を持ち出されて迷惑してるんじゃ、と問いかけ、観客を笑わせた。高橋は、久米田先生が最終話で描くネームを、神谷、ひろしさんと一緒に、人足を先に見せていただいていて。そしたら、決め事ってっていう新しい要素が入ってることで驚いて。もうアニメが終わったのに、さらに演じたいものが出てきたんですと、テレビアニメの最終回を振り返る。さらに劇場編集版の話を聞き、どうしても最後まで演じきりたかったので、そんなルートがあったなんてって気持ちでいっぱいでしたと嬉しさをにじませる。続く安野は、久しぶりに隠し事を拝見させていただいて、美しい色彩の世界観が大スクリーンで見られるって素敵なことだなと思いました。思い出巡りと言いますか、いいところが詰まった1時間半になってかなと感じましたね。最後が憎かった。このラストで来る。って、笑いと語ると、高橋もうなずき、どうやって思いついたんですか？と久米田に問いかける。久米田は、覚えてないんですよね。正直、笑い、これ使えるなと思って、ちょっとだけ変えただけなので。そんなに大層なものではないと思いますと、苦笑いを浮かべた。さらにエンディングテーマには、大滝詠一の、君は天然色が使われたことについて、安野が、あの曲をエンディングに持ってきたスタッフさんに拍手を送りたいです。誰が決めたんですか？と質問すると、村野監督は、テレビアニメの最終回では、原曲は使えなかったんですよね。カバーを使う選択を取る作品もあると思うんですけど、使わないと隠し事っぽさが出ないかなと思って。劇場編集版はあのエンディングを流したくて作ったみたいなところがあるのでと明かした。小沢は、私自身も隠し事が大好きで、面白いアニメは？って聞かれたらおすすめしてたんです。劇場編集版はいい具合に凝縮されていて、コミカルな部分は少なめかもしれないですけど、大人にすごい刺さる内容。全話見るのが難しい人にはこっちをおすすめしたいですとコメント。すると村野監督は、昨日の舞台挨拶で久米田が、僕のギャグ漫画人生30年を否定するかのように、ギャグをカットするとこういう感動作になるということが分かったと語っていたことに触れ、れ、先生のいいとこを排除したのが劇場編集版って言ってたのに、笑いと苦笑していた。また本土が、劇場で改めて、隠し事を見て、監督たちをはじめ皆さんが伝えたかった細かい部分が巨大スクリーンで見ると気づけて、来場者特典では気になっていたことが知れたりしますのでとアピール。続く脇は試写会でたまたま目黒川探偵事務所のメンバーが揃ったんですよ。他にも日程はあったのに運命を感じました。4人揃って大きい画面で劇場編集版を見て、終わった後はみんなで拍手して、ジーンとしましたと振り返った。またこの機会に、久米田と村野監督に聞いてみたいことを問われた女性陣。小沢の、女性キャラクターの中で娘にするなら誰がよろしいでしょうか？という質問には、村野監督も久米田も少々困った表情を浮かべる。村野監督は、こういう時は姫って答える人が多いと思うんであえて外すと、ひなが可愛いなと思いますねとコメント。続く久米田は、自分が生み出したキャラクターは全員自分の子供みたいなもので、笑いと返答し、客席からは拍手が起きた。最後の挨拶で、久米田は、
隠し事っていうタイトルのおかげで、爽やかな作品になってよかったなと思ってます。笑い。全裸漫画家みたいなタイトルにしておけば、ネット FLIX で配信してくれたのかなって、笑いと語り客席を沸かせる。そして高橋は、大好きな作品がテレビアニメを走り切って、劇場編集版では原作で描かれたもう一つのエンディングを演じ切れて幸せに思います。ここにいらっしゃる皆さんはテレビアニメも漫画も楽しんでくださってると思うので、まだ知らない人にソムリエとして隠し事の楽しみ方を教えてほしいなと思ってますと語り、イベントを締めくくった。